ポン酢ですね。ポン酢、これがあのポン酢の柑橘の代々の、柑橘を絞った絞り汁、これがあのポン酢の原液になりますね。この代々のポン酢の絞り汁、これに対して同量の濃い口醤油、これはお店によって薄口と濃い口半分にしたり、お醤油を種類を変えたり、これはもうお店によっていろいろということですね。基本的にはこの2つは同割り、同じ量を入れるということですね。寿司アカデミーはこの量に1800、1升ですね、1升1升に対してみりんですね 150cc、 カツオの削り節 30g、昆布ですね 10g、 これもお店によって結構、あとお酒を入れたりするお店もあります。結構お店によってオリジナルのポン酢があるということで、じゃあこれを合わせていきたいと思います。大きいボウルまたは寸胴に昆布ですね 10g、 ちょっとね昆布乾燥しててこう汚れがついてますんで、ちょっとこう拭いていただいて汚れを落としてから半分に割っていただいて、ポン酢一緒、濃い口一緒、これを合わせて入れていきたいと思います。こちらはね、同じ量ですね。みりんも入れていきます。はい、カツオです。削り節、薄い削り節、合わせました。そしたらですね、これをしっかりラップをかけて、そのまま冷蔵保存してですね、約1週間から10日このまま冷蔵庫に入れていただいて、最後にこしていきます。この状態ですね、冷蔵庫に入れて1週間、もしくは10日、これもお店によってちょっと微妙な差がありますけど、だいたいそのぐらいですね。今日の日付、ね、10日の新しい夏の11日まで冷蔵庫、ちょっとこういうふうにね、メモっておくといいかもしれないですね。こしていきます。あまり絞んない方がいいですね。えぐみが出る。そうです。1週間寝かすことによってね、味が丸くなる。丸くなる。こんな感じで、これがポン酢の原型になるんですね。これをですね、空き瓶に捨てない方がいいですね。これらの空き瓶は。そして、上後で入れていくということですね。結構冬場ね、お鍋とか、チリ蒸し、ポン酢、お刺身ももちろん、いろいろ使い勝手がある。こんな感じで入れておくといいですね。はい、ポン酢の作り方でした。